はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、 iPhone 12 Pro とそして、フルサイズのカメラ、しかもですね、単焦点の明るいものをつけて、それでこう比較をするというね、今までもう、やったことがありますが、そこをですね、野外で今室内で、ね、真っ暗の中で撮っていますが、この比較を見てもね、明らかではありますが、野外でですね、おそらく私が思うに、一眼使われる方は映像制作とか映画制作とかされる方が多いです。私の思うに iPhone は記録するには非常に優秀なんですが、一眼で単焦点とかつけるとですね、その記録にドラマが生まれるということで、そのあたりの違いをですね、今から 50-1.2GM α7S3 で iPhone 12 Pro、 この比較をですね、撮影しに行っていきたいと思います。山奥にある深夜の公衆電話、あなたはこの映像に2つの違和感を覚えるでしょう。よくご覧ください。まず1つ目に、火の玉が飛び交うリフレクション、そしてなぜ私が公衆電話の入り口で座り込んだのか。これには一切の演出はなく、私の素のリアクションです。答えを言いましょう。まず1つ目の火の玉は、反対側で誰かが花火をやっていました。そして私が座り込んだ理由、それはたまたま入り口で珍しいキリギリスを見つけたからです。手で掴もうと悩んだのですが、噛まれるのが怖かったため、車にビニール袋を取りに戻ろうとしたところでした。というこんな記録をですね、 iPhone でたまたま捉えたわけですが、これを一眼プラス明るい単焦点で捉えるとどんな雰囲気になるのか見てみましょう。山奥にある深夜の公衆電話、あなたはこの映像に2つの違和感を覚えるでしょう。よくご覧ください。まず1つ目に、火の玉が飛び交うリフレクション、そしてなぜ私が公衆電話の入り口で座り込んだのか。これには一切の演出はなく、私の素のリアクションです。答えを言いましょう。まず1つ目の火の玉は、反対側で誰かが花火をやっていました。そして私が座り込んだ理由、それはたまたま入り口で珍しいキリギリスを見つけたからです。手で掴もうと悩んだのですが、噛まれるのが怖かったため、車にビニール袋を取りに戻ろうとしたところでした。明るい街中でも差が出ます。 iPhone だと暗いため色の調整マージンが低くて記録的、しかし一眼だとガラッと雰囲気を変えることだって可能。そんなのこじつけだよと懐疑的なあなたにもう一作例。闇夜の施設に行ってみました。一眼の ISO は102400、昼間みたいで雰囲気ないじゃん、そう思われた方、こちら。そして iPhone だとこちら。そもそも映ってない。やはりこちらの一眼にはドラマがあります。というわけで、ドラマを生むならやっぱり一眼。皆さんの感想も聞かせてください。はい、というわけでご覧いただきました。いかがだったでしょうか。かなりね、ネタ感の強い内容だったかなっていうふうに、思うんですが、まあでもですね、やはり一眼のね、まあドラマチックな印象というのはね、やっぱりあるのかなっていうふうに感じますね。ですので、まあ、あの素材ありきではあるんで、やはりですね、皆さんと一緒に一眼を持ってですね、ドラマを見つけに行くと、それをさらに、まあ、加工でドラマチックにということで、まあ、そういうね、雰囲気あふれる印象的な映像をね、皆さんと一緒に目指していけたらと思っております。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。あとね、ショップでいろんなカメラ機材販売してますんで、そちらの方も動画下の説明欄で、ね、ぜひご覧になってください。以上です。ありがとうございました。